そうですね、まず、予選プール1位通過できたので、まあ、まずそこは良かったなと思いますし、まあ、明日から多分グッドレベルが上がってくるので、まあ、もう本当に今日のことは忘れて、まあ、次の試合に向けてフォーカスしていきたいなと思ってます。うまくいった点とうまくいかなかった点は、そうですね、ディフェンスの部分ではノーツーを徹底できたのでそれはもう良かったなと思いますし、まあ、多分一定勝負になれば自分たちも勝てるチャンスっていうのもありますし、今大会結構、まあ、この試合はちょっと入ってなかったんですけども、ツーポイントのパーセンテージがいいので、まあ、本当に一定勝負であれば、まあ、自分たちも勝てると思いますし、それ以前の問題にディフェンスでしっかりとまずは相手を、21点以内に抑えられることをまずベースとしてやっていきたいなと思っています。